エーゲ航空はギリシャ最大の航空会社。ギリシャ初の民営航空会社。アイゲアンとはエーゲ海という意味である。加盟しているスターアライアンスではエーゲ航空と表記されている。2010年6月30日、世界的な航空連合であるスターアライアンスに加盟した。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。 ギリシャで1987年にアエゲアン、アビエーションとして設立。その後1999年にアエゲアンエラインズとなる。2004年6月現在、ギリシャ国内13都市、ギリシャ国外8都市に就航。2009年5月に航空連合スターアライアンスの加盟が承認され、2010年6月30日に正式に加盟した。2010年2月、 オリンピック航空との合併に合意し、新社名はオリンピック航空となる予定であった。しかし2011年1月26日に欧州委員会はこの合併を認めないことを決めた。その後、2013年10月に再度、オリンピック航空買収に合意、オリンピック航空は英ゲ航空の配下となり、合併後もそれぞれのブランド名で運航を続けている。 現在はギリシャで最も大きな航空会社である。2019年8月現在、エーゲ航空の機材は以下の航空機で構成される。2014年5月現在、以下の航空会社とコードシェアを行っている。ふとじは、スターアライアンス加盟会社2014年11月24日より、以前のマイルズボーナスから内容の変更があり、名称もマイルズプラスボーナスと変更された。 かつては、スター・アライアンスの上位ステータス取得ハードルが低い、ことで知られたが、ルール改変によりその状況も変わった。シルバーティアになるためには、12ヶ月以内に、エーゲ航空、または、オリンピック航空に2回かつ12000マイルの獲得をするか、12ヶ月以内に24000マイルの獲得が必要。ゴールドティアになるには12ヶ月以内に、エーゲ航空、または、 オリンピック航空に4回かつ2万4000マイルの獲得をするか、12ヶ月以内に4万8000マイルの獲得が必要となる。これらのステータスを維持するためには、シルバーティアは12ヶ月以内にエー航空か、オリンピック航空に2回登場し、かつ8000マイルを獲得すること、または12ヶ月以内に1万6000マイルを獲得すること、ゴールドティアは12ヶ月以内にエー航空か、 オリンピック航空に4回登場し、かつ12000マイルを獲得すること、または12ヶ月以内に24000マイルを獲得することが条件となっている。ありがとうございます。